あれ、あそこにいるのってティナリとコレイじゃないか。あ、ティシアとキャンディスもいるぞ。みんなに挨拶しようぜ。各自の担当は覚えたね。じゃあ手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど、絶対にあの方に気づかれないよう気をつけてね。心配すんなって。私たち傭兵は秘密を守ることを命よりも大切にしてるからな。おそらくそのような事態にはならないかと。ただの例え話だよ。私の言いたいことはわかるだろう。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もし何の前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。よう、みんなここで何してるんだ。うわ、私何も知らないし何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。落ち着いてコレイ。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイモン、ここで会えるなんてな。え、なんだ、お前たちだったのか。ふぅ、びっくりした。授業中にぼーっとしてたら後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。